日11時30分これからカット2023年のギャラリーのオープニングパーティーに行こうと思っています。こういう時はね、着物チャンスということで、今日着ていく着物を今悩んでます。15時には出てたい、もっと早いか、2時半ぐらい、それ早い、2時40分2時40分ぐらい、割と余裕はない、ないけどなくはない、そんな感じです。とりあえず目星い着物を持ってきてみました。ちょっと一個ずつ見てみよう。黒、紬っぽい、白い、結構秋っぽい着物、これが可愛いかなと思うんだけどね、これ可愛いよね、秋って感じ。この4つ、この黒の着物も好きなんだけど、ちょっとパーティーっぽくはないかな、ね、こうやって近くで見ると、暗いよね、近くで見ると可愛いんだけど、おめでたい気持ちにしたいから黒はなしっていうことはこの3つ、秋か、これはでもなんか春っぽいかな、クレマチス、これさ全然着れてないの、クレマチスって季節いつだろう。着物の柄ってその書いてある花によって着る時期が変わってくるんですよ。クレマチスは夏の花の女王だって、初夏だって。じゃあダメだってことはこの2つですね、この2個になります。どうしようか、この色かわいいんだけどさ、かわいいんだけど、もうこれは普通だよね、どちらかというと今の時期しか着れないこれがいいかな。もうでも12月入っちゃったからさ、若干もみじって感じでもない気がしない。とりあえずじゃあこの2つでちょっと組み合わせを考えてみようか。こっちだったらまあ赤、こっちだとこれでいいのか、あとこれピンク、ピンク、まあピンク、かわいいね、ピンク、これはちょっと地味すぎかな、このビハギーかな、これはちょっと地味やな、だ悪くないよ、そのさ生地が鮮やかだから、ああ確かに確かに、こうなると結構いいかも、うん、ちょっとね元気すぎ、でも逆にこうしたらちょっとクリスマスっぽくなる、それはいい、あそれはいいかも、いいかもしれないよね、そうだね、帯の組み合わせはまあこうかな、だからクリスマスってことにして、帯締めを緑にして、帯編みも緑はうるさいか、だったら帯締めを黄色我が家にある最大限の黄色の帯締め、これをこっちはとか、こっち白と黄色の帯揚げ、クリスマスっぽくていいかもしれない、そうだな、もうちょっとこっちも可愛いけど季節は過ぎたかな、ちょうど今山の色がこういう色なんだけどね、でももう12月季節はクリスマスだし、東京は多分クリスマスムードでいっぱいのはずだから、こっちで行こう、まあ、この帯ってあんま季節感ないかなって思ってんだけど、どうなの、この帯何の花でしょう、ボタンとかかな、なんかあんまり季節感がないんじゃないかっていう気持ちでいるので、もうそういう気持ちで着ていきたいと思います。これでさ寒いから、この上に道中着、なんていうかね、なんかこう弾きみたいな、ちょっと渋い赤ねをこの上から、いいじゃん、もうじゃあこれを着てみましょうか。じゃあ今日はこれで着ていこうと思います。決まり、はい、ということで今から遠足なのでお菓子を買いに行きたいと思います、うん、でお菓子買って、そしたらちょっとご飯食べて休憩して、うん、着物を着て犬の散歩行って、
ロマンスカーに、ロマンスカーに乗って東京に行きたいと思いま す。よし、じゃあ着替えて買い物に行きましょう。何がいい？ナチュラムさん、これは？プテラノドン？プテラノドンが出てくるね。お菓子もう一個。遠足といえばこういうのだよね。これも美味しかったよね、ジューシー。あともう一個これ、それラムネ、メロンソーダ味だって。なんじゃ、ハイチュウ買おうかな。ハイチュウプッチョグミ、これ大きいね。大きいマーブルチョコ、ポッキーいいね。じゃあクロこれ、あれこれこれ、極細、これでいっぱい買った、これでいいお菓子。では買ったお菓子を紹介してください。ほら見て、恐竜のお菓子はい、恐竜のお菓子です。何が出るかね。ティラノサウルスです。ティラノサウルスだっていいね。これはチョコ、チョコ、まんまるチョコ、まんまるチョコ。これラムネだって、美味しそうですね。次、あとこれもラムネはい、ラムネ2つ目、メロンソーダ味、かわいい。それは母ちゃんが買いました。昨日中学生の友達が教えてくれたカンデミーナ、ニョロニョロ大発生。これ美味しかったよ。ね。はい、それはポッキー。極細ポッキー。ロボットお菓子。ロボットお菓子。これは大人用のポッキー。はい。ジュース、リンゴジュース。大人はお茶。入ってきます人だった。この道の先にギャラリーがあります。もう時間過ぎちゃったけど、なんとか迎えています。あー緊張するよ。オープニングパーティーってどんな感じなんだろうね。あとちょっとで着きます。楽しみです。自分の作品が飾ってありますね。パーティーが終わりました。すんごい緊張してめっちゃ汗かいた。汗だらだらで、なんか 変な人みたいになってましたが、楽しかった。いろんな人と話ができました。楽しかった。まずはお家に帰ります。あれから2日経ちましたね。なんだか本当に行ったのかなって感じです。夢のような感じです。いやー、いろんなアーティストの人が何人ぐらいかな、10人ぐらいかな、結構もうぎゅうぎゅう詰めみたいな感じで、いっぱい他のアーティストの方が来てました。もうとにかく名刺を交換して、これからどうぞよろしくお願いしますって、仲良くしてくださいっていうのをやってきました。いや
すごい緊張しました。着いたのが20分ぐらい過ぎちゃったんで、パーティーが始まってて、みんなが自己紹介をしているところでした。会場に置いてあったこのカット2023の本の自分のページをこうやって開いて、どういう風に制作してる、どういう仕事をしてる、したいとか、そういう話をして、まずみんなで自己紹介しました。ちょうど最後2、3人のとこで入ったので、ギリギリ滑り込んで挨拶をしました。あー、めちゃくちゃ緊張したよね。でも本当に喋り始めた瞬間は汗だく、顔も、もう真っ赤で、冬なのに、12月なのにもう汗ダラダラになっちゃって、いやー恥ずかしいってなっちゃったけど、頑張って話してきました。行く前からインスタグラムでフォローさせてもらってるアーティストの人もいて、初めてお会いしたんですけど、これがあの絵を描いている人かみたいな、わーってなりました。実際額装されて白い壁に並んでるのを見ると、やっぱ素敵ですね。絵っていいですね。なんかすごく個性もあったし、私も新しいやり方をやってみようかなと思いました。プロクリエイトのブラシを変えるサイトを教えてもらったので、ぜひ後で試してみようかなと思っています。着物で動画回したんですけど、着物で、この着物で行きましたが、なんかね、行って正解でした。着物で正解だったなと思います。きっとなんかみんなの印象の中に残ったんじゃないかなと思います。本当に喋れないので、もう本当に緊張しいの、人見知りなので、そういうねところで自分をねアピールしていかないと相手の記憶には残れなかったかもとか思います。家族で行きました。私の晴れ舞台なので、初めてそういう場所に出ることだったので、ぜひ応援してくれてる家族に見せてあげたいなと思っていました。そういうことがあったらね、その夢をついに叶えることができて本当に嬉しいです。息子も結構気に入ってくれてて、私の絵をね、絵を見て、あー母ちゃんの絵だーみたいな感じで喜んでくれて嬉しかったです。どう思ったのかなって思いますよね。自分の母親の絵がさ、他の人の作品と並んでて、なんかこう社交をしてる親の姿を見るってどういう感じなのかなって思います。ここから、まあ、次の仕事に繋がるか繋がらないかは分からないですけど、私の中ではすごく大きな一歩を踏み出して、ここから私自身の考え方も変わったし、外に出ていく覚悟を決めた回というか、この本に絵を載せるって決めた時点で、もうちょっと頑張って外の世界に出ていこうと思えた、そんな大きなチャンスになったと思います。本当に感謝してます。これに出すからちょっと営業頑張ってみようかなとか、何かコンクール出してみようかなとか、もっと外の世界に自分の絵を出してみようかなって思うようになりました。外に出て、もちろん営業として人と会うのも大事だと思うんだけど、同じアーティスト同士の会うこと、そういう横のつながりを広げることもすごく大事だなと思いました。そういう同じ意識、同じ気持ちを持って頑張っている人と一緒に喋れば、なんかすごくこうモチベーションが保たれるっていうか、勇気がもらえるっていうか、なんかいろんな実体験を込めて教えてもらったり、もちろんこっちからも教えれることがあれば教えてあげれるし、なんかそういうつながりってすごい大事なんだなって33歳にして初めて思いました。でも本当にここからね、そういう風に人とのつながりを増やしていけたらいいなと思っています。今回のイベント展示会、特にオープニングパーティーの参加っていうのは、私の中ではものすごい大きな一歩でした。他の人だったらそんなに難しくなかったかもしれないですが、私にとっては本当に大きな一段を登りました。よく挑戦した、わーって感じ。もう自分を褒めて褒めて
よくやったねって思ってます。こうやって一歩進めればまた同じようなことも今回よりは簡単にできるようになるはずだし、経験が入るのでもっともっともっとできることが増えていくと思います。皆さんもなんか挑戦してみたいなとか、声をかけてもらったんだけどどうなのかなとか思うこといっぱいあると思うんですけど、ぜひそれを実行できる状況であればぜひ勇気を出してやってみてほしいなと思います。もちろんいい結果だけじゃなくて、失敗しちゃったとかあまり良くなかったっていう結果になることもあると思いますが、それはそれで大事な経験だと思うので恐れずに経験してみてほしいと思います。私もそうやって頑張ります。怖いよね、そういう一歩を踏み出すのってめちゃくちゃ怖いけど、自分の成長を信じて頑張ってみましょう。ぜひ何かそういう挑戦してみたよとか勇気出してやってみたよっていうことがあったら教えてくださいね。私もいっぱいこうやって発信できたらいいなと思っています。それではここまで見ていただきありがとうございました。 Thank you for watching. Bye bye.